今日は、僕の家の隣にあるハムステッドヒースっていう、ハムステッドヒースっていう、森のような公園の Vlog をします。とにかくめちゃくちゃ大きくて、今日みたいに休みの日は、まあ、こんな感じでなんかみんな自分の好きなことをやって自由に過ごしているすごい公園です。ロンドンの中心ピカデリーサーカスとかからはバス1本で30分ぐらいで来れます。今日はこの後友達とランチをする予定なので、それまでいろいろ撮っていきます。はい、じゃあ撮っていきます。So now you're here again knocking at my doorI'm sorry for the lights went out cause you kept cutting the cord and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes. はい、今パーラメントヒル展望台っていうところにいて、ここはハムステッドヒースで一番高いところで、結構ロンドンの中でも有数に高いところみたいで、でいろんな人がこうなんかみんなスマホで写真撮ったりいろんなことしてるんで、ちょっと僕もドローン飛ばしたいんで、ドローン飛ばしたいんで、ちょっとこの iPhone 必要なんで借ります。久しぶりに飛ばしたんで結構楽しかったです。これ撮ってるのは8月の終わりなんで、僕は朝は長袖で家出て、で半袖の T シャツを、バッグの中に入れといて、暑くなってきたら着替えるみたいな感じですね。でこれからの季節、9月とかになったら結構寒くなってくると思うので、パーカーとかアウター、あとは、折りたたみ傘とかカッパが必要だと思います。な感じで、もうそろそろ時間なので待ち合わせの場所に行きます。はい、待ち合わせのハムステッド駅周辺のハムステッドハイストリートっていうところに来てます。ここはカフェとかアパレルのお店とかが結構立ち並んでいる通りですね。ハムステッドは高級住宅街で、本当に治安もいいので観光にも住むのにもすごいおすすめです。でもうそろそろ友達が来ます。来た来た来た。マミエさんは子供がいます。ユアンくんです。ユアン、ハムステッドヒースはやっぱりこの辺はホッシュなエリアだから。ハムステッドヒースの西側、ハムステッドヒースの西側です。ハムステッドビレッジ、ハムステッドビレッジ、すごい。私もあんまり来たことないので、かわいい。まあ、こんな感じでちょっと裏路地入ってもめっちゃおしゃれな店いっぱいあります。ねえ、すごい、めっちゃ綺麗ですね。ここやばいですね、超おしゃれ。そうだね。 Can I have Coke? やっぱちょっと英語って難しくて、僕が頼んだアンガスビーフシン&キャラウェイクロッキューテース、なんとらかんとかってやつ、コロッケね。コロッケ、お肉のサンドイッチとあとコロッケがついてくる、とてもボリューミーなセットだと思ったんですけど、ちょっとこれも1個食べたんですけど、コロッケオンリーで、まあちょっと英語って難しい、ちょっと勉強しないとダメですね。バイバーイ。コロッケいっぱい食べたんで、今からケンウッドハウスっていうハムステッドの一番上にある17、18、19世紀多分の絵画を中心に、フェルメールの絵画とかも、飾られてるみたいです。そこ無料で入れるみたいなんで、そこにまみえさんと一緒に絵を見に行って、カフェが一つだけあるみたいなんで、絵見てカフェ行ってゆっくりします。向かいます。
the jungle as it rules. And I just gotta keep it cool. And I'll be treated like a tool. So don't be acting like a fool. Look at you sobbing like a moon. Tryna get everybody's cool. Go ahead and drop into the pool. It might just be the time for you to do better for yourself. 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 Yes, I will. はい、ケンウッドハウスすごい楽しかったです。最後のコスチュームのやつはあそこで、写真撮ることができると思うんで、まあ、なんかお友達と行っても楽しめますね、あそこはね。な感じで今からカフェに行きます。 Are you afraid of letting go? Life's a kind of cookie dough. And you can try to eat it slow. But you can miss it up. So get ready to set it more.はい、一緒に来てるマミユさんが飲み物を買ってきてくれてるので、ユアン君と2人で待ってます。スコーン、クロテッドクリームっていうのをつけてジャムもつけて食べると美味しいみたいです。アムステッドヒースはそんな感じです。とってもおすすめです。住むにも観光にもとってもいいです。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。